松岡和久は、株式会社エナジーラボ代表取締役。都市開発に伴うソフトなインフラストラクチャーの企画や、開発を手掛ける。NPO 法人ピープルデザイン、研究処理時一般社団法人国際文化都市、整備機構理事大阪府立大学客員研究員一級建築士。1960年生まれ。神戸大学工学部卒業後。 環境事業計画研究所 SC を経て1991年に浜野商品研究所でプロジェクトディレクターとして多くのプロジェクトを担当2007年にエナジーラボを設立10エナジーラボ松岡和久氏代表取締役 CEO ラブクリエイター専用のコラボレーションシェアオフィス CEO ラブ2020年2月27日閲覧須藤真治 意識をデザインする、仕事、福祉の常識を覆す、ピープルデザインが目指すもの。CCC メディアハウス、2014年3月20日。ピープルデザイン研究所。ピープルデザイン研究所。2020年2月27日閲覧。日経クロステック。特区制度の運用アップデートで、真に、国際競争力のある都市へ。日経クロステック。 2020年2月27日閲覧。松岡和久エイトプロフィール 8card.net2020 年2月27日閲覧。ピープルデザイン研究所。ピープル研究所。2020年2月27日閲覧。千長谷4から11株式会社エナジーラボ。松岡和久 CO ラブクリエイター専用のコラボレーションシェアオフィス。 c o l ブ、v 2020年2月27日閲覧。代表者挨拶株式会社エナジーラボ。マサイト2020年2月27日閲覧。ありがとうございます。